大見源氏先人館の一部、右が、荒太郎、左上は四代目、中村氏官。四代目、市川荒五郎は、日本の俳優である。本名、初期芸名市川楠木三郎、全芸名初代市川荒太郎。俳名は、志願、屋号は、三河屋。関西歌舞伎の敵役を得意とした役者として知られる。 1861年4月15日、摂津国西成郡同島桜倉橋南詰に生まれる。父は三代目、市川荒五郎。弟に後に、横浜で人気を得た、浜野團十郎こと、市川荒二郎がいる。数え年8歳になる1869年11月、大阪、稲荷座で本名の市川楠木三郎の名で出演、電下茶屋。 厚夢の光衛門の息子役を演じ、初舞台に立つ。以来、大阪で出演を続ける。1875年、初代、市川荒太郎に改名する。1880年、電化茶屋、厚夢の元衛門を演じて、名題に昇進した。荒太郎の時代、1890年5月には、新富座で、初代、中村元次郎が、佐々木森綱を演じた。 森綱陣屋に出演して、しがらき太郎を演じ、その姿を、大見源氏先人館として三代目、歌川国貞が描いた二式絵が残っている。1897年、養子で、後の二代目、市川荒太郎を、子役の市川康太郎として、初舞台に挙げている。1906年2月24日、父の三代目、市川荒五郎が亡くなったのを受け、 同年9月、大阪、弁天座で、明神寺の名地を演じて、四代目、市川荒五郎を襲名した。翌1907年9月には、弁天座で、安太郎に二代目、市川荒太郎を襲名させている。実施で、後の三代目、市川荒太郎が生まれたのは、1912年のことであり、1916年には、市川武尾の名で、初舞台に挙げている。 人気役者の戸籍調べ及び、現代俳優メーカーによれば、当時は、大阪市南区坂町69番地に住み、当たり役は、新霊、矢口渡るの富、兵衛、自慢なき狂気場の明智光秀、苦い笠谷牛十機の奥母彦左衛門、時は松目場え、源氏の熊坂であった。小区に属して、弁天座あるいは、矢千代座に出演、六62歳当時は、 身長五尺五寸、体重十五関門目であった。1925年12月5日、養子の二代目、市川新太郎を失う。その四年半後、1930年5月17日、死去した。万六十九歳没。市川新太郎の名跡は、1941年2月に、実子が三代目を継承したが、 市川荒五郎の名跡は四代目の没以降、2014年に九代目、市川断造の門人がこれを五代目として、襲うまでの間長らく空白であった。ありがとうございます。